長の父兼家は怪物だった。南紀町ね、はい、藤原の道長の父兼家も怪物と呼んでもいい人物なんですよ、うん、圓遊天皇のもとは兄の兼通と熾烈なライバル争いをして頭を押さえられたりした時期もあったんですが、はい、兼通後は右大臣ながら外戚の一条天皇を無理やり即位させて自ら右大臣をパンとやめて摂政にいきなりなっちゃったり、子である道高、道兼、道長を異例の出世をさせ死の直前に急に関白になって3日だけ、うん、道高に急に譲ったりとか、はい、死ぬ間際まで権力に対して執念を持ち続けました、うん、執念の旦那と言えそうだと思います。今回は以上です。